ある時私はおもちゃ工場に閉じ込められてしまいました。呼んでも泣いても誰も来てくれませんでした。疲れてなんだか眠くなって、午後のプールのせいかもしれません。どこからか生まれたての小さな風がやってきて、まつげとか鼻とかすごく上手にくすぐるので、仕方なく眠たい目をこすってみました。びっくりしないでください。私は今にも空を飛んでしまいそうな絨毯の上にいたのです。ほっぺにアラビアの模様がついていました。そしてアラジンのランプのような男の子がヒューッとやってきて、ニコニコ顔で言いました。君は本当に運がいい。何しろ今日は100万年に一度のお祭りパーティーの日だからね。首にリボンを巻きつけた紳士なクマさん、ドレス持ちのウサギちゃんは10分ごとに着替えていました。バルコニーの下は大変な賑やかさです。ぐるぐる巻きのターバンの端っこをいじりながら、アラジンのランプのような男の子が言いました。さあ一緒においで。お花模様のゴンダラが私たちを待っていました。私はドキッとしました。どうしよう、玉手箱が積んであるかもしれないわ。一生懸命探したけど、玉手箱はどこにもありませんでした。そうです、ここはアラビアの国だから、玉手箱なんかあるはずがなかったのです。それからは急に嬉しくなって、花火の下でアラビアのダンスを教えてもらいました。珍しいお菓子や綺麗な果物をたくさんいただきました。いつの間にか空の端っこが紫になっていました。お別れの時間が近づいてきていたのです。アラジンのランプの男の子は目を赤くしてうつむいていました。さあ記念写真を撮りますよ。黒いベレー帽の男の人がヒューッとやってきて、ニコニコ顔で言いました。私たちは恋人のようにくっついて、綺麗な V サインを空に向けました。その時です、カメラのフラッシュの稲妻の中に私は小さな紙切れのようになって吸い込まれてしまったのです。はっとなって飛び起きたら、真っ白いベッドの上で読みかけの童話がパラパラとそよいでいました。